アイス、お疲れっす。お疲れ様でーす。どうですか？画面見えてます？画面、映像来てますか？あれ、映像来てない？映像来てる？あれ、映像来てない？なんだ？映像来てない。あ、来た来た。OK。暗いね。俺がね、まだ使い慣れてないんだよね。もう少しキャプチャーできなかった。じゃあ、行きますか。ゲーム配信。来た？ OK。じゃあ、ゲーム配信スタートするよ。ゲーム配信始めるよ、みんな。俺の伝説の。今、2970だから。行きましょう。はい、ワード2。匠さん、いい感じよ。行きます。よし。消えた？消えた？え、なんだ？なんで変わるんだ、シーンが。勝手に変わっちゃうんだよね。ちょっとごめんごめん。OK、来た？教えてね。あ、そっか。コメント読み上げにします。みんなコメントテストって打ってください。テストって打ってみて。あれ、なんで消えんだ、これ。シーン2だからか。どう？見えてる？なんで消えんだろう。消えてない？ OK。テストって打ってみて。匠アットマーク和道プロマネージャーさんテスト。まあこんな感じで OK か。見えてる今。あれなんで消えんの？バレーニュアットマークロビン軍団虎の顔さんテスト。これ消せばいいのか。もうこれでいくわ。これ山田で、さん消えてますがブなイ。んで消えんだろうね。なんで消えるかわかんないんだけど。今消えてないよね。じゃあ行ってみようか。行くよ。匠アットマーク和道たプまロにマ消ネーえジャーる。いさや、んテまスだト。ね、使いこなしてないだけバだレーと思ニュう。アットマー消えクロてビンる。軍団虎の申し顔訳さんない。消えてますが今来てる？畑オッに消ケー。えてる。行くぜ。全クリ行くぜ。よし。扱いづらい、マジで。危ない危ない。あ、マジかよ！くそー！マジかよ。アットマークロビン軍団虎の顔さんマ今大ジ丈夫。か。お、いいね。いやー、今の早すぎた。ちょっとね、配信やりながらゲームやるっていうのが集中できないんだ。もう！もう！違う、難しいんだよ。難しいんだよ。やめて、そういうの。難しい。お、弾が遅い。弾が遅いよ。弾遅い。弾遅い。弾遅い。ただね、これ急に切り替わるからね。気をつけないといけない。急に切り替わ、急に速くなるから。急に速くなるから。俺知ってるから。知ってるから。お、ビーム出せる、ビーム出せる。ビーム出せる、ビーム出せる。今狙い目、ビーム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 。ビームに惑わされないことね。ビームに惑わされないこと。これよくありがちだから、ビームに惑わされて負ける感じね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。もうね、キーボード操作、あ、早い、危ない、危ない、早い。遅い球来て、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 遅い球来て！遅くなって、遅くなったよ。いいよ、いいよ、いい感じだよ。いい感じだよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じだよ。早くなんな、早くなんな。ビーム、ビーム。やっぱビームでしょ。時代ビームだから。ほら、早くなんでやめてほしいよな、ほんと。ビーム一番使えっかんな。ビームが俺を裏切ったことねえから。ビームが俺を裏切らない。ただ、ビームに惑わされないことね。ビームに惑わされたら終わりだから。人生終わるから。今がチャンス、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 来たー、来た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 。見て、俺のかっこいいところ。ゲーム配信者として、グッダーむずい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 、ああ、いいね。ゆっくり好きよ、俺。こういうね。セックスもスローな方が好きだから、俺も。ディープな感じがいいよね。この、スローリーな感じがいいよね。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。え、今映像来てる？配信大丈夫？一面クリアだよ、一面クリア。記念すべき。記念すべき一面クリアだから。
いい感じだよ。お、いいね、いいね、いいね。早い、早い、早い。早い。早漏、早漏。早漏。危ない、危ない。危ない、これ。来てる、来てる、映像。うん、ちょっと慣れてないから。早い、早い、早い、早い。早いって、早いって。早いって、早いって。早い、早い、早い。早い、早い、早い。早い、早い、早い。早い。早漏は嫌われる。早漏は嫌われる。危ないって、危ないって、早いって。早漏が一番嫌われてたんだ。危ない、危ない、危ない。怖い、怖い、怖い、怖い。怖い怖い、この速さ怖い。マジで怖い。ピンポンでしょ。卓球で一番になりたいんだ、つってね。ペコか、お前は、つって。あー、危ない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 。あー、もう早いよ。なんか白一個壊れてたね。なんだろう。俺もね、気になってたけど。まあ、俺は お得だなと思った。出た、ビーム。ビームいらないな。今、ビームいらない。今、ビームあー。やべえ、このステージはクリアしたい。このステージをクリアしたい、俺は。このステージを乗り越えたい。乗り越えられる男でありたい。乗り越えていこう、みんなで。しんどいところだけど、ここはもう乗り越えていこう。危ない危ない。アットマークロビン軍団トラの顔さん級に出てくる断分身は罠よね。罠だよね、ほんと。あっ、くそ、微妙なさ。やべえな、この残し方はやばいでしょ。この残し方つらいよね、バレーニョさん。やばいよ、これ。しかもこのキーボード操作がすげえ難しいんだよ。コントローラーでやりたい。あ、いいね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 。何のアイテムだ、これは。なん、あ、一気アップだ、これは。一気アップだ。だから繋いでるんだ、俺。こんな感じ？こんな感じ？やべえ、みんなでこれをクリアしたい。いけ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 。もういい、いけ。いけ。いけ、ゆっくりでいいから行こう。ゆっくり、一個ずつ、一個ずつ、一個ずつ、一本じっくり、一本、危ない！もう、一本じっくりって言ったじゃん。やべえな、この残し方。これキーボード配信なんですよ。キーボードなんですよ。どう？和道のゲーム配信、斬新じゃない？どう？どうなの？来た！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 三面来た！危ない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 ！何勝手に溶けてんだよ。危ねえな、こいつ。マジやんちゃ。終わったわ。終わった。終わったわ。どうするよ、これ。37,770 か。いやー、なんか突然終わった感じがするな。この突然感は嫌だな。もう一回行こう。行きます。あれ？ん？よし、行こう。革命起こそう、革命。よっしゃ、行こう。気合い入れてくぞ。まずはね、ここはもうクリアできたから、ちょろいっすよ。もう俺からするとね、もうこんなのクリアできないやつはね、うんこですよ。うんこ配信者ですよ。俺はこのステージにいないから。そう。このステージにいる配信者じゃないから。もう余裕ですよ。余裕。見てこの安定感。この安定感。もうプロ。プロですよ、プロ。危ねえ。危ない危ない危ない。弾が速くなるのやめてほしい、このゲーム。やべえな。あ、この吸い付くやつ、この吸い付くやつ便利なんだ。これ結構。いやいや、俺はプロですから。もうアルカノイド大好き。あ、いいね、いいね、いいね。いいね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ほら、プロ。ほら、プロ。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。危ない、危ない。いいね、いいね、いいね。気持ちいいね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、ゆっくりからの、からの、ワイドからの。いいね。アイテムに惑わされないこと。そう。一番多いのが、アイテムに惑わされるやつは、人生狂わされるから。アイテムじゃ、ないよ。危ない。アイテムじゃない。そう。慎重にね。慎重にね。慎重に行こう。ここ大事なところだよ。ここ大事なところだよ。よーし。ワド冷静。いいよ、ワド冷静だよ。ワドいいよ。ワードいいよ。冷静だよ。一本じっくり。一本じっくり。よーし、一本じっくり。いいよ、いいよ。いいよ。かっこいいよ。ワードいいよ。よーし、冷静。ここで、危ない！惑わされないことね。
そう。これよくあるパターンだから。アイテムに惑わされたら終わりだから。アイテムに惑わされるやつはほんとダメなやつ。ほんとクソゲーマーだから。俺はアイテムになんか惑わされない。もうこの指先のテクニックだけでのし上がっていくって決めてるから。いくよ、いくよ。いやー、難しくなってきたな。ここ重要。いいねー、かっこいい、今の。今のはね、クロートがグッとくるシーンですよ。いや、いいよ、いいよ。いいよ、冷静に行こう。冷静に行こう。冷静に、あー、ちょっと惜しい。よし、冷静に行くよ。あー、ちょっと惜しい。あー、バカ！ くそー くそ、マジか。危ない、危ない。リアクション取ってる場合じゃないよ。リアクションはいらないよ。ゲーマーにリアクションはいらないよ。うん。スコアで見せてこう。リアクションじゃなくて、スコアでいこう。いや、今のは悔しいな。ああ、もう！リアクションいらないから。ゲームに集中、ゲームに集中。ゲームに集中。いいよ、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 いいよ。あっ、終わったよ、もう。ああ、悔しい。ああ、もう悔しい。うわ、超悔しい。5500。ちょっと5万点ぐらい取りたいんだけど。いや、これ長い戦いが始まったよ。長い戦いが。頑張ろう。気合い入れてこう。いくよ。まあ、最初のステージでは俺は崩れないから。冷静に行こう。ゲームスタート。冷静に行こう。冷静に行こう。冷静に、冷静に、冷静に。冷静に！コメントが気になるって、コメントが。コメントで邪魔しないでよ、バレーニョ。よし、よ、スローリー、スローリー。スローリー。いいよ、ゆっくり好きだよ、俺。ゆっくり好きだよ、いいよ。ただね、弾は、あんまり角度をつけると厄介だから、なるべく真上に飛ぶように、なるべく、いいね、いいね、いいね。いいね、吸い付くもいいね。吸い付く感じいいよ。吸い付くのとゆっくり、すごいいいよ。いいよ、いいよ、いいよ。よし、でかくなっちゃおう。でかくなってみよやっぱね、アイテムを使いこなしてこそのゲーム配信者だから。ワード、やっぱアイテムの使いどころうまいわ、つって。そう。で、ピンポイントでこう、ね、狙っていくって。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。出た、レーザー、レーザー。あーっと！いいよ、いいよ、いいよ、アイテム、使い方いいよ。来てるよ、来てるよ。来てるよ。いいよ、いいよ、いいね。そういうね、応援コメントいいよ。もっとね、盛り上げてこう。そう。ワドのいいとこ引き出してこう。リスナーさんに伝えてこう。よし、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと苦しいところ。来た、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 来た。早い、早い、早い。ここ乗り越えないと。ただ、小さくなるなよ。たまにこいつ、しぼむかんな。中折れするかんな。途中でグーンって小さくなるから怖いんだよ。このタイミングでっていう。あぶんと、マジかよ。まじ、もう残ってないの？俺、一回しか死んでないよな。なんで、なんで？なんでもうライフないの？どういうこと？俺、なんで？二回死んでないよね。俺、死んでた？聞いてないんだけど。危ない、危ない、危ない、危ない。危ない。怖え、マジで。俺死んでたっけ？危ね。いやー、難しいぞ、これ。いった？おたけさん、レンチャンで死んでた。ダブル嘘。記憶にないんだけど。マジで？レンチャンで死んでた？俺がそんなことする？危ね、危ね。いや、超むずい。超むずいよ、これ。よっしゃ、来たー。これかっこいい。見た？見た？危ない、危ない、危ない。リアクションいらない、リアクションいらない。本当にいらない！今のリアクションのせいでしょ。なんでカッコつけるんだよ。カッコつけなくていいから。カッコつけなくていいんだよ、ワド。冷静になろう。もう一回行こう。目指せ5万点だから。目指せ5万点ね。いや、もう、リアクション芸とか、俺リアクションしないから。いや、いいよ、いいよじゃないよ。5万点取るまでやめれまてんだから。いや、もうリアクションしないから。リアクションしないからね。もう配信者じゃなくてゲーマーとして戦うわ、俺。一ゲーマーとしていくから。リアクションしない。いいよ、いいよ。危っ。ク
クレジット増やしたいんだけど、クレジットは2面からなんだよね。よし、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。あっ！マジかよ。よし。冷静に行こう。冷静に行こう。冷静に行こう。危ない。あ、クレジット増えた。クレジット増えた。いいよ。クレジットが一番助かる。なんだかんだ言ってクレジットだから。クレジットに勝るもんないよ。ノーコンテクリアが何面かによるよね。いや、アルカノイド、こういうね、シンプルなゲームが一番楽しいから、もうグラフィックにこだわるとかいらねえから。もうね、インベーダーゲームとかピンポンじゃなくて、ピンボールとか、こういうシンプルなの一番好きだわ、俺。これがゲームでしょ。これぞゲームだ。おっしゃ、ワンナップ。いいね、いいね。クレジット増えたよ。これついてるよ。このゲームいいよ。このゲームいけるよ。流れ来てるよ、ワド。来てるよ、来てる。あ、ワンナップじゃねこれ。あ、ワンナップ !4 機。え、これ運がいいぞ。やばくないこれ、うん。おはよう、マチルダ。これ流れ来てるよ。いや、これ戦いが始まったわ。アットマークロビン軍団トラの顔さんゲームはグラフィックじゃなくて中身よね。やばいな、これ。戦いが始まったよ。戦いが始まったぞ、どうするこれ。この手を離していても、この、わかる？奇跡の、いつ動くかだよ。今だ、今でしょ、今でしょ。よし、仕掛けたよ、仕掛けたよ。行くよ、俺。危ないよ。クレジットはいい感じだから。で、出るよね。あるあるだよね。昔のゲームのね。いや、楽しい。あ、またワンナップかよ。やべえな、5機。これ絶対行くっしょ。フランス、練馬座煩悩 CH3 アルカノイド。アルカノイド、おう、またワンナップかよ。あ、ワンナップ取れ、だがくそ！ワンナップ取ればよかった！ワンナップ行けばよかった！バカ！バカ！ボールでもワンナップでも2頭を追うものは1頭得ずだろうがよ。よし、気合い入れよう。リアクションいらない。リアクションいらない。リアクションはいらない！集中、集中、集中、集中。行こう。ゆっくりでいいから行こう。ゆっくりでいいから行こう。行くよ。危ないよ！むずい。あ、ワンナップ来た。ワンナップ、ここ難しいところ、取りに行こう。ワンナップは取りに行く派だから、俺。ワンナップ派だから。うん。クレジット大好き派で行こう。あいつ、クレジットは逃さねえわ、みたいな。そういうキャラで行こう。5600か。3万点まで遠いな。来たよ、これ。危ない。1個残しが一番つれえかな。危なかった。怖い。軌道が読めない。怖え。超怖え。早く終われ。来た。いいね。ワンナップ大事、ワンナップ。4機残ってるよ。いけるっしょ、これ。いけるっしょ。ここが怖い。ここ。行って。よっしゃ。来た。いけ。頑張れ。いけ。いいよ。ゆっくりいいよ。行こう。よし。オッケー。ゆっくり行こう。よし。よし。いいぞ。順調だぞ。これはいける。いいよ。いい感じ。もうちょっと左崩したい。もうちょっと左を崩せ。よし。いや、危ない。左を崩せ！危ねえ。今のファインプレイ見た？俺のファインプレイ見た！マジかよ。今の超ファインプレイだったのに。いいよ。危ない！くそー。もう、きついこれ。胃に悪い。危ない。もう慎重に行こう。リアクションいらないよ。あ、今のファインプレイ。今のナイスプレイ。グッジョブ。行こう。あ、ゆっく、怖い。あー
くそ、閲覧結構あるな。初見さんいらっしゃい。配信者としても危ない。初見さん手を挙げて、初見さん手を挙げてみよう。ここで出席確認。くそー。いやー、はあ、危ない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 。いいね、いいよいいよ。はい、初見さん0人。危ない危ない危ない。あーあー、くっつくの最高、この安心感。あー、でも一気もないのか。いいよ、このくっつく安心感ね。危ない危ない。初見さん0人さんいらっしゃい。あ、いいよ。秋久さん平和やな。平和だね。黒さんの、あい、黒さんいらっしゃい。あ、怖い。あ、怖いよ。ママ。あ、いいね。でかくなるのいいよ。でかくなるのいいよ。危ない。ああ、ゆっくりになった。いいね。これ行くんじゃない？これいいんじゃない？これいいよ。危ない。危ない。もう、もうちょっとだったのに。え？くっつくのが、いや、俺はワンナップがやっぱ一番好きだけどね。ワンナップがなんだかんだ言って一番好き。ワンナップはいいですよ。やっぱこの命が増えるっていう奇跡。うん、命を増やしていきたいよね。じゃあもう一回いきます。ワンナップ。うん、よし、行こう。行くぜ。うわぁ、早い。レトロゲームね。レトロゲームいいじゃん。レトロなのゲームが一番面白いから。危ねえ、危ねえ。おぉ、救われた、アイテムに。かっこいい。早いよ。アイテムが弱いな。アイテムが、やだな。このアイテムやだよ。あっ、アイテムの、アイテムの運みたいなのあるな。ワン、面白いよね。シンプルな昔のゲームが好きなんだよ。なんかね、昔の、なんか最近のゲームとかね、グッと来ないんだよ、俺。なんかさ、スーファミぐらいがいいよね。いやー、どうですかね。いや、ボクシングのね、試合のためにね、このスピードを見切れるんだったら、テレチャンピオンのパンチがスローモーションに見えるからね。どんな言い訳だよね。あ、これはいい展開。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 よっしゃ、来た。これは今の楽だったな。危ない危ない。うーん、5万点までやめられない設定でどこまでいけるかね。これもしかしたら一晩かかんじゃねえの。いきます。ていうか一番最初のステージが一番ハードル高いような気がするんだよな。もうね、シンプルなのが一番難しいからね。このステージを極めたらどのステージもいける気がする。怖え。指先のミリの単位ね。押すこ押すこ。ありがとう。いいね。今の一言は、いいね。できる女だね。落ち着こう。ワド。落ち着こう。いいセリフだったね。そう、何事もやっぱ冷静じゃないとダメだから。バレーにはアットマークロビン軍団。あー、いっき
アップ取れたじゃん。俺は一気取り、くそー、判断難しいな。一気取ればいいってもんじゃないんだな。何今のギリギリの。さっきのゲームが振りになってたね。ワンアップ取ればいいってもんじゃないっていうのが分かった。もう本当に状況の判断が難しいわ、これ。本当に弾のスピードとアイテムのスピード考えてなかったわ。今のは超勉強になった。状況によるんだ。今強くなったけどな。でも一気も残ってないんだよな。でも諦めたらダメだよ。やっべ、超楽しい。これ見てる方はどうなの？和道の普段の配信的にさ、リスナーは楽しめてんの？これ。どうなの？楽しかったら楽しいって言って。つまんないならつまらんでいいけど。あ、危ない。危ない、危ない。危ない。危ない。いいね。いいね、いい。いい流れ。いい流れ。いけ。おっしゃ。ワンナップ来てほしいな。ビタミンさんをもちろん。マークロビン軍団トラの顔。面白いんだ。あ。マジかよ。いやー、3万点すごかったんだな。すごい面白いんだ。マジか。いや、俺も楽しいんだよ、すげえ。アルカノイドめっちゃ面白い。これあるんだよ。高田の馬場にね、昔のアルカノイド、ドラえもんの声やってた大竹信代だっけ？あの人がアルカノイドマスターなんだけど、あの人の実機が、あの人の自宅にあったアルカノイドが、高田の馬場の、ゲームセンターにあるんですよ。それやったけどね、面白かったんだよね。もうお金すぐなくなるからね。マートさんワンナップ。ワンナップ取りたいね。ありがとう。でもね、アイテムは確率で運らしいんだよね。さっきワンナップが連チャンして、6回出たんだよ。ワンナップが出た方がいいんだけどね、アイテム何が出るかはわからないんですよ。ワンナップが続くと、ゲームがすごい有利。運ゲーなんだよね。もちろん反射神経も、あるんだけど、運の要素かなり強いよ、これ。マチルダさん時々やらかすのがまたいいわら。そうだね。今冷静ですごいいい感じだね。あ、危ね。ただね、トークに集中しちゃダメよ。トークじゃない、ゲーム、ゲーム。いやー、いや、もうゲームをとにかくやりたい感じだな。それね、多分ね、めちゃめちゃマッチョになっちゃうよ。めちゃめちゃマッチョになるね。いい感じ？あー、惜しいな。いいね、いいね。いいよ。いいね、いいね。いいよ。いいね。いいね、いいね。いいよ。いいね。いいね。いいね。いいよ、なんか、いい感じだよ。いい感じだよ。いい感じだよ。うん。止まるやつの安定感。あぶねえ、もうちょっと今のは無理っしょ。今のはちょっとひどいよね。今の罠だよ。罠ですよ。いいね、いいね。あ、これはいい。これはいい感じの進み方。これはいい。これはいいよ。スローだよ、ここで。うわ、超助かる。いいね。いや、いい流れ、いい流れ。これはいい流れ、一気残してるからね。バレーにアットマークロビン軍団トラの顔さん W わら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 。いやー、これで、ね、やってる方はね、結構しんどい。危ない。あのね、タイムボタンがないんですよ。ストップして一服したい場面とかあるのに、タイムボタンがないんだよね。あー、あと一個。あと一個。いけるか、いけるか。ここは、行きたい。ここは行きたいけど、難しい。慎重に行こう。行け。よし。ここでタイムしたいんだよ。ここで一回休憩したいんだけど、それはさせないのがアルカノイド。そんなことはさせませんっていう。いいね。いいよいいよ。ここで行こう。稼ごう。稼ごう、稼ごう。稼ごう。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。いいね。あー、戻ってくんなよ、バカ。危ない。ワンナップ欲しい。
ワンナップ取りたいよ。ワンナップが欲しい。ワンナップ、ワンナップ。そうなんです。スローのいいところは他のアイテム取ってもスローのままなんだよ。そこがすごいいいんだよね。スローは使えるアイテムなんで。おー、今のナイス。いいね。この動きはいいよ。この動きはいいよ。危ない危ない危ない。 5万点遠いな。マートさん油断した油な。断したな今ちょっとね。だアイテム、レーザーの厄介なところは、レーザー取るとね、調子乗って撃ちたくなるんだよ。今度余裕のある時だけ撃たないといけないんだけど。頑張れ頑張れ頑張れよ頑張れよ。これはクリア画面見たい。あ、タバコ吸うの忘れた。タバコ吸うの忘れたわ。タバコ吸いたい。アイテムワンナップ出ろ、ワンナップワンナップワンナップ出ろ。そうだね。ただね、場面によるし、運の、あ、出た、出た、難しい、取れたー、かっけー、俺、今の超かっけー、ワンナップ取ってまだ継続してるよ。これは、超かっこいいプレイでしょう。今のはね、グッとくるでしょう。危ない。いやー、これ良くない。これ良くない。残し方が良くない。危ないよ、これ。バレーニュアットマークロビン軍団虎の顔さんなり。くそ、こいつ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 。惑わされた。いやー、アイテムに惑わされるなよ。基本は弾だから。基本は弾。弾、基本は弾。バレーニュアットマークロビン軍団虎の顔さんグッときた途端これだよ。これだよなー。波があるから。まだでもワンナップ残ってる。この場面はまだそんなに悪くない。状況は序盤にワンナップ取ってるから。なんかアルカノイド2が集まる配信みたいになってるけど、俺ら別にアルカノイドやり込んでないからね。俺らなんかアルカノイド10年やってますみたいなコメント打ってるけど 全然やってないからね。 あの、配信者とかリスナーの悪い癖だよね。すぐツーブルっていう。よーし。危、救われた、アイテムに。そうなんだよ。アイテムに救われるパターンもあるんだよな。さっきと同じパターンだ。アイテムに救われてる。やべえ、このパターン。逆だわ、アイテムに救われてるパターン。あ、危ない、危ない、危ない。あ、ワンナップ取ろう。ワンナップ取るよ。取った。危ねえ。やべえ、アイテム運がいい。アイテム運がいい。にわか出ちゃうね。アイテム運超いい。見た？このコンボ。やばくない？感動しない？アイテム運めちゃめちゃ良かったよね、今。いや、これ開発した人すげえいいよね。こういうゲーム開発。来たわ。むずいな。この局面むずい。あっ、今軌道ずれただろ。いや、今超悔しい。軌道がブルってずれた。2連打で。今のは俺悪くねえよ。まあ、じゃあ誰が悪いんだって話になってくるけど、喋るな。集中しろ。これが一番、自分が一番の敵だから。危ない危ない。もったいない。
うわ、もったいない。3回ミスった。もう冷静にラストゲーム。あっぷぅ。休憩。どうですか、ゲーム配信は。皆さん皆さんどうですか、面白いですか。タバコ吸わせて。熱くなりすぎたな。あ、いや、これのんたんと一緒にやったら超面白いと思うよ。バレーニュアットマークロビン軍団トラの一服しましょう。ていうか3万点よく取ったな。うん、3万点よく取ったわ。タバコうめえ。え、3面までいったら3、要は、あれだよね。3面までいかないとダメなんだよね。多分。3万点取るには。いや、これ面白いわ、アルカノイド。他になんかフラッシュゲームで配信に使えそうなゲームあったら教えて、みんな。あ、このゲームとか配信に使えるんじゃない?みたいな。確かにでも、ふわっちってゲーム配信者いない気がするな。ふわっちにいる?ゲーム配信者。見たことないよね。こんなレトロゲームやってるやついないと思うけど。誰かいたかな?ゲーム配信で。キャスとかニコ生には結構いるけどね。これさ、俺さ、誰だっけな、誰かの放送見たんだよね。あ、直撮りとかか。まあそうだよな。あの、キャスとかふわっちの人って携帯電話で配信するのが多いから。おはようございます。少ないけどいますね。少ないけどいるんだ。なんかでも、こういうレトロゲームやる配信とか面白いよね。俺ゲーム配信やるんだったら、ロックマンとかマリオとか、レトロゲームを、子供の頃やったゲームでやっぱ楽しみたいっていうのがあったから。で、俺ゲーム配信実は結構好きで、ハマって、リスナーとしてはハマって見ちゃう方なんですよ。なんかこういうロックマンとかさ、画面同じところで何回もさ、何回もやってるとどん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 クリアしたくなるまで見たくなるっていうかさ、感情移入してくんだよね。こういうの楽しいよね。で、なんか最新のゲームとかやっててもなんかグラフィック綺麗でもなんか思い入れが入らなくて、ドラクエとかの方がまだいいっていうか、こういうさ、なんつうの、ワーキャー系のパーティーゲーム系はほんと好きなんだよね。ハマるよね。で、ロックマンとかマリオとかめっちゃ面白いよね。クラシックなやつ。だやっぱね、スーファミぐらいまでが俺が好きだったのは、スーファミぐらいのグラフィックが一番良かったなと思って。ファミコン、スーパーファミコンぐらいですよ。プレステも2までやったけど、どんどんね、あ、なんか方向性間違えてるなっていうのは感じた。なんか画質勝負で、どん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 ゲームの本数、なんかゲームじゃなくてリアルになっていってる感じがするんだよ。だからね、なんかその、ワーキャーワーキャーしてたじゃん、昔のゲームって。友達とかと、うわーいとか言ってたりしたけど、今って一人でやるように設計されてるような気がするんだよね。よし、一服終わりました。行ってまいります。行きます。ゲームは1日1時間前ですよ、皆さん。ゲームは1日1時間です。よし、行こう。応援してね。よし、そう。冷静に。いいよ。いいよ。縦に行こう。縦に行こう。高橋名人。俺も。な、昭和世代はそうだよ。あっ!あ、一気。難しい。取った。
序盤に出たからよかったな。弾が遅い時にな。コントローラーじゃないのがまた難しいんだよな。キーボード操作はむず。これノンタンとやりたいな。これノンタンとやったらノンタン絶対ワーキャー言うんだけど。あぶい。いいよ、冷静冷静。唯一のタイムですよ。これはこのアイテムのいいところは、どこまででも粘ってトークをしてくれる間を作ってくれる唯一のアイテムなんですよ。これタイムボタンあんのかな。いやー、これいいよ、これいい流れだよ。2機残してて今冷静になれる時間を作ってるから、これうまく使おう。トークタイム、要はリラックスさせてこう精神を集中させると。で、これをスペースキー押さない限りは動かないから。いくか。よし。いいね。時間が止まる感じがいいね。このアイテムうまく使ったらいけんじゃねえかな。これが一番使えるアイテムかもな。アンナップ来た。よっしゃー、取った。ミースケさんやっちまった W。 うるせえうるせえうるせえ。来た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 。くっそ、惜しいな。え、ちょっと今出れない。ちょっと、はい。何？結構そんな苦情が入りまして。どっから？どっからかちょっとわかんないんですけれども。うん。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って。ミースケさんタイミング受ける。うん。え、なんすか？なんすか？110番で、はいはい、騒音の苦情が入りまして、はは、大きい声で、はい、なんか大声上げたりとかしてます？大声上げたりとかは別にしてないですけど。はい。この部屋からっていうのが入ってまして、はははは。はちょっとお名前とか伺ってよろしいですかね？いや、お断りします。お断りする。はい、はい、こちら、じゃあ名字だけでも教えていただいていいですか？あ、無理っすね。はい。バレーニュアットマークロビン軍団トラの顔さん。いや、知らないですね。はい。わかりました。はい。もしかしたら、話し声が結構周りに響いていたのかもしれないので、はあ、ちょっとボリューム落としてお話しください。いやいや、自分で決めます、それは。はい。はい。はい、続きだ。よっしゃ、行こう。行くぜ。行くぞ。おー、ワンナップワンナップ。ここはクリアしたい。ここはクリアしたい。ここはクリアしたい。やばい。いけいけいけ。よし、いい感じいい感じいい感じ。このタイムボタンがあるのはめちゃめちゃいい感じだよ。タイムボタンがあるの、これはね、結構使えるアイテムだからね。いくぜ。
よし。うわ、めっちゃいい感じなんだけど。危ない。危ない。危ない、危ない、危ない。危ない。本当のタイムボタンは縛りですか？タイムボタンがないんだよね。フラッシュゲームなんだけど、タイムボタンがあるのかな、このフラッシュゲーム。危ねえな。タイムボタン、あ、使いたいんだけどな。タイムボタンがあったら、でもこのゲームかなりぬるゲーになるよ。ベヒラゴンさんめっちゃ格ついてる。え、めっちゃ格ついてる？うん。めっちゃ格ついてる？今格ついてます皆さん。どう？映像見えてる？映像と音声。ひなたさんはどうさん、おはようございます。おはようございます。みーすけさん再開から少し格ついてますね。嘘。映像の方か。ちょっと待って。あー、ダイムができないんだ。ちょっと待って、アイテム取ったら。カクカク？待って、ちょっと待って、多分ね、カメラの方。イベント？ちょっと待って。多分ね、待って待って、ちょっと待って。カクついてる？多分ね、カメラの方起動したからだと思うんだよ。ああ。カクカク、オッケー、ちょっと待って。タイムアイテム取るまで待って。これか？これ、このアイテムが、あ、もう死んだわ。ちょっと待って。これを、これを。都合のいい時にあのアイテムこない W。どう？角つき止まった？どう？角つき止まった？ぬるぬる？どう？都合のいい時に来ないんですよ。それがゲームですよ。どう？角つき止まった？どっちが角ついてんだろう。どっちが角ついてんだろうな。どんな感じ？治った？大丈夫？大丈夫？今治った？バレーにアットマークロビン軍団トラの顔さん置く。オッケー。じゃあ続きやるよ。たくみアットマーク和道プロマネージャーさん、ゲームがカクつく。ゲームがカクつくんだ。画面キャプチャーどうだろう。治った？治った？ゲームのカクつき治った？オッケー。どうだろう。ゲームまだカクつく？やってみようか。ゲームやります。どうだろう。どうすか。ゲームの方治った？ありがとう。おたけさんいけると思う。やってみて。うん。まさとさんまだわからん。まだわからん。たくみアットマーク風道プロマネージャーさん治った。治った。バレーニュアットマークロビン軍団トラの顔さん、ゲーム画面も OK。OK、ありがとう。おたけさん動いてるよ。動いてる。サンキュー。ひなたさん最近起きたらふわっち開く。あー、ふわっちハマるよね。わかるよ。ふわっちいい配信者集まってるからね。今一番熱い配信はふわっちだと思うよ。キャスじゃない、え、何、ちょっと待って、スルーしたよね今。ちょっと待って、今何当たったよね。なんでスルーしたん、え、あ、何、え、ちょ、スルーしたよね今。え、まさとさんグッド、みーすけさんタイムアイテム来た。ふざけんな。
あ、なんだそれ。何このバグ2連発。バグ2連発、腹立つわ。今のはね、ちょっとなかったわ。っていうか、ふわっち結構高画質の出力出せるね。ニコ生より画質いいんだけど。多分ね、ニコ生からのリスナーは気づくと思うけど、ふわっちの方が出力高いから画質がいいはずなんだよね。画質いいでしょ、たくみさん。ニコ生の時相当ダメだったもんね。レトロゲームでも。これ多分見やすいはずなんだよな。まさとさんなんだ。なんだったんだろうね。あぶね。ほえ。あぶね。いいよ。はあ。たくみアットマークかずみちプロマネージャーさんが質はいい。画質も音声もいいから、じゃあのね、2000ビットレートが2000まで対応できるって、まあ専門的な用語なんだけど。簡単に言うと、ニコ生のね、3倍ぐらいの出力出せるんですよ。だからサーバー重たいのそのせいかもしれないね。編集は重い？編集重いのは、ふわっちのせいじゃない。あ、え？いや、それは関係ないよ。死んじゃったし。編集重いのは、データ量が重いからなんだけど、それはね、今度教えるよ。多分ね、データを変換するときにね、重たいやつ選んじゃってるんだと思う、たくみさんが。あー、来た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 。ワンナップ、おー、ツーナップ。うわ、奇跡起こった。うわー、今のでかい。うわ、すげえすげえすげえ。ラッキーラッキー。おー、スリーナップ。スリーナップ。すげえ。超運がいい。あ、ちょ、ま、スルーしたろ今。バグったよな。ふざけんなよ。何今のスルー。まさとさん、ふわっちタイムラグすごい。ふわっちタイムラグすごいあるよ。みーすけさん出た。出た。まあ、しょうがないか、無料の。ひなたさん、おはようという相手が欲しい。みたいな。あ、それわかるね。おはよう、ひなたさん。ゆきかわいいよね。うん。ゆき、俺のセックスシンボルですよ。もう憧れの女性ですよ、ゆきは。おたけさん、ふわっち1500ビット毎秒とかにしないと2000で長時間やると切断されるらしいです。あ、そうなんだ。 1500bps にしないとダメなんだ。OK。 あ、ラグがすごい開いちゃうのかな。それだ、多分。3万の壁つらいな。 1500bps にすればいいのか。 OK。 あとで設定変えます。わあ、ワンナップきた。これはワンナップきた。すげえ、ワンナップの嵐。もったいなかったな今の。運ゲーだからねこれ。肩凝るわ。ボンミスはちょっとね、あのね、喋りながらやるっていうのも結構難しいもんなんだけど、それがまた面白いんだよね。普通にゲームやるんじゃなくて、喋りながらコミュニケーション、なんつうんだろう、人と会話しながらゲームするみたいな、その難しさはあるよ。ここ慎重に行きたいな。いいアイテム継続してるから、冷静に行こう。このゲームはいいね。そうだね、スコアだんだん上がってるのにな。あー、またワンナップだけど、クソ、惑わされた。判断に迷った。今迷ったら負けなんだよな。そこはね、堂々と球を拾いに行くやつが強いんだよ。あれは惑わされるよな。でもアイテムを優先したらダメなんだよ。欲に負けたらダメなんだよ。
基本はこれだからね。基本はラリーだから。そう。しかもね、0. 何秒だから、もうすごい難しいんだよ。もう弾を全力で追っかけて余裕のある時だけアイテム取りに行くっていう。あとね、キーボードの操作がめっちゃむずいっていう。やべえな。一機も残ってね。アイテム恵まれてたのにな。もったいないな、このゲームは。めっちゃアイテムに恵まれてたのに。いや、違うんだよ。それがね、失敗する事例もあるんだよ。あのね、アイテム取りに行くと思ったら弾が先に床についちゃって、アイテム取れなくて死んじゃうっていうパターンもあるの。それ2回目で学んだんだよ。このゲームの奥の深いところだよ。まあ、このゲームはなかったね。俺はユキはもう憧れの女性だったね。ジュディアンド・マリーのユキはもう最高だったよ。ソロになったから好きな曲1曲しかないけど、ジョイだけだね。いいなと思ったのは、なんかユキの売りだったパワフルでリズミカルなボーカルっていうのが、できなくなっちゃったんだよね、本人が。アイテムいらない。よし、ナイス判断。今のはいい判断。今のはかっこいい判断だったな。レーザー打ちすぎんのよ。レーザーに惑わされんのよ。レーザーばっかりいらないから。レーザーいらない。レーザーは余裕のあるとき。アレーニュアットマークロビン軍団トラの顔三次と場合の判断力求められるよね。求められる。あぶねえ。うまい。俺うまかったよ、今。あ、来た、アイテム。あぶねえ、うまい。うまい、俺。うま。超ファインプレイ、見た、今の。超ファインプレイ、3つぐらい重なったよね。レーザーを打ちつつ、パンパン跳ねてる間にアイテム取りつつ、見た今。で、急に戻って弾くって。やばい、かっこいいよね。亀尾さんワード2。今のは超かっこいいプレイだったよ。超ファインプレイ、全部が重なってたね。全部の教訓が重なってた。いいプレイだった。いいね。よし、うまい、うまい、うまい。これいいよ、このゲームいいよ。いいね。いい流れ。いいよ、いいよ、いいよ。弾が速くなるの、怖いな。いやー、アイテムに恵まれてない。緑ばっかり。上手くなってきてるな。上手くなってきてはいるけど、惜しいよ。いいタイミング、いいタイミング、いいタイミング。よし。そう、ブロック寿司やってんの。今のナイスだったよね。超かっこよかったよね。危ない、危ない。危ない。ここ冷静にね。ここは冷静に処理したいところ。ここ難しい場面だな。いや、ここで止まるが欲しい。ここで止まるが欲しい、本当に。止まる来た？止まる来て。いや、いいんじゃない？これ。これいいんじゃない？これいいよ、これいいよ。いいね。レーザーか。難しい。ここレーザー打たないでいきたいな。でも打っちゃうんだな、これが。レーザー撃っちゃうんだな、俺。アホだから。よく書いちゃうんだよね。あったか、もう。よく書いたわ。いや、これ勝てるゲームだよ。いや、調子乗っちゃったよ。調子乗っちゃうんだよ。いいよ。いや、いいよ。弾速くなんだ。弾速くなんだ。ゆっくり崩してこ。よし。難しいとこだな。
あむずいな。まあでもこれはクリアできる。これはいけるはず。裏から崩したいね。裏から崩したい。出た。出たー。よし。いや、もったいねえな。もったいねえな。見てる方も胃がキリキリするよな、こんな。バン、くそ、マジかよ。いやー、マジかよ。今何時間経った？ゲーム1時間って決められてっかんな。うわー、過ぎちゃったよ。もう30分やろうか、ゲーム。もう30分やろう。あ、もし初見さんいたらフォローしてください。やっちゃったね。フォローよろしくお願いします。みーすけさん、そうやってズルズルやってしまうんだよ。そうだよね、ズルズルやっちゃうんだよね。それはゲームの怖いところだよね。カメオさん、ベンドはイベント忙しいから忘れてるけど、ファミコン野郎言うて全然やってないから嬉しいよ、こういうの。ん？あ、え、ベンドさんファミコン配信やってるんだ。知らなかったわ。ていうかベンドさんすごくね、1分でソールドアウトだったよ、チケット。和道リスナーからチケット買えなかったって。連絡来たもん。すごくない？俺、ベンジョさん超かっこいいと思ってるよ、今回。マジですげえと思ってる。あとは、もうローソンの一般席だけど、多分ね、これね、入れないよ、早めに買えなかった人。もう、運ゲーになってきてるから。運のいい人だけしか買えないよ。今回のイベントみんな来んの？和道リスナー、3人チケット買えなかったんだよ。うん、スルーするよ。アットマークロビン軍団トラの顔さんレトロゲーはこの理不尽にも取れる難易度がたまらん。たまーん、そうなんだよね。難しいんだよね、昔のゲームってね。レトロゲーが一番好きっすよ、バレーニョさん、僕。なんかゲームって感じがして。そう、シンプルなのが一番面白いよ。グラフィックなんかじゃないんすよ。だから結局さ、スマホのゲームもパズドラが一番売れてるのそこだと思うよ、モンストとか。グラフィックは綺麗じゃなくていいんだよ。レトロは正義だよね。解雇中なのかな。おっさんになってきたんだろうな。俺らも昔は良かったよ日本はって言いたくなってきたんだよ。難しい。お、いった。いいね。タクミアットマークカズミチプロマネージャーさん、まさか1分で売り切れるとは思わなかった。いや、俺はね、結構あるなって思ってたよ。今回はもう300席全部売れるのは俺の中では確定だったけど、まさか1分でっていうのはあったけどね。絶対に流行るとは思ってたんだけど、1分で売り切れるぐらい集客力あるとは思ってなかった。でもまあ、それくらいいいイベントだよな。やばい。あ、いいね。危ない危ない。危ねえ、危ねえ、今焦った。いいよ。あ、来た。ワンナップ来た。うわ、嬉しい。この流れ。これはいい流れ。たくみさん見れないんじゃないの？下手したら。だからもうね、あの、便所太郎リスナーとかね、ナーボーリスナーとかね、いや、集客力あるリスナーとかとチケットの取り合いが始まってるから、プレミアつくかもよ。下手したら。プレミアついちゃう可能性。あ、やった！ワンナップだ！マジかよ。やべえ、超嬉しい。やべえ、熱い。いいね。いいね。ここで止まるやつが欲しいんだけど、そううまくは設計されてない。止まるやつが欲しい。あ、止まった
よ。見た？これが持ってる男ですよ。ザ・ワールドって名付けよう、これ。みーすけさん、それで油断しちゃうんだよ。これザ・ワールドって名付けようぜ。うん。ディオ・ブランドですよ。カメオさん、あ、このレトログラフィックしびれる。早朝のレトロ A な。いいね。たつみアットマーク、かずみちプロマネージャーさんたちにが何人入れるかに期待するしかない。ね、いやでも席座りたいっしょ。立ち見はね、同じ金払って立ち見は結構ないよ。立ち見だったら3000円ぐらいとか2000円で出してあげてほしい。それぐらいリスナーが台本の炎上芸に飽きてるってことなのかも。そうだよ、そう、その通り、その通り。あ、取りたい。クソ、取れなかった。その通りなんだ。いいこと言うね。その通り。もうね、ガチが見たいんだよ。俺でもね、予言してたよ、ガチの時代来るよって。いいね、いいね。やばい、この流れ良くない？やばいんだけど、やばいんだけど。え、この流れいい。危ない。32,000。ここ踏ん張りどころ。フラグですね。来たね。やべ、取っちゃったよ、取っちゃったよ。クソ、取っちゃったよ。間違えた、レーザーはいらない。ここクリアしてーなー。崩し方良くないよ、これ。あんまりいい崩し方じゃないね。まあでも崩れてるからいいか。いけー。あー、ワンナップ取れる。よし、いや、いけるいける。最高記録出てるよ。冷静に冷静に。あっ、最後のないわ。まあこれくらいにしましょうか。はい、皆さんありがとうございました。アルカノイドでした。いや、レトロゲームめっちゃいいっすよね。みーすけさん、綺麗なフラグ回収ありがとうございます。いやー、情けなかったね。慎重になんだけどね。こういう焦った時ほどね。ということで、旅配信に向けて、あの、新たにキャプチャーっていうのを、技術をね、どうしても必要だったので、導入をさせていただきました。これはね、どういう風に使うのかっていうと、私ですね、4月からあの旅配信を始めるんですけれども、あの、顔だけ映ってても旅って面白くないじゃないですか。だから映像っていうのを映したいなっていうことで、まあさっきも使ったんだけど、簡単に言うとさ、この外の映像を映しながら、こういう風にね、外の映像を映しつつ、かつ和道の顔芸、ね、両方とも見れると。そうすることによってね、あ、今映像、ここの風景綺麗だよって言ってても、カメラをいちいち切り替えなくてもですね、こういう風に、あ、ここに映ってる海が綺麗だとか山が綺麗だとかができるんですよ。これがやっぱりね、技術的にどうしても導入したいなって、ニコ生の頃ではやってたんですけど、そういう風な感じで、いろいろ勉強してたのを、ちょっと今日はテスト配信をしました。でね、なぜかね、ゲームやりたくなっちゃって、これができるならゲームもできるはずだっていうことで、ゲーム配信をさせていただきました。4月1日から旅配信始まりますので、ぜひ応援してください。それじゃあ皆さんお疲れさ、こっちか、カメラ。それじゃあ皆さんお疲れ様でーす。たくさん見てくれてありがとうございました。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。